大阪重曹の映画館シアターセブンに芸術市民大学ができるらしい。初代アート学部長増山玲奈。アート、映像、音楽などで関西を元気にしよう。のこれからどう化けるかわからない若いアーティストを応援するようなようにって話だと思うし、谷町っていう、まああるんじゃないですか、そういう、まあ、パトロン州のことで谷町って、 あれって大阪からできて、大阪なんですか、はい、大阪の谷町6丁目とかね、あるんです、あそこで言っていて、で具体たちはなんかあの戦隊ヒーローじゃないけど、それぞれ一人一人得意技みたいなのがあるんですよ。あの神破りの村上さん、君の入学を待ってるよ。